バドミントン、日本リーグは、日本のバドミントンの、実業団チーム対抗リーグ戦である。順位決定基準一小試合、1点、不試合、0点、危険、または、没収試合、マイナス1点勝ち点合計が多い、ものより上位とする。2勝点合計が2チーム以上同点の場合は、取得マッチ率の高いチームを上位とする。3さらに同率の場合には、 取得ゲーム率の高い方を上位とする。これでも決まらない場合は、全試合の取得ポイント総数と、創出ポイント総数を集計して、取得ポイント率の高い方のチームを上位とする。4さらに同率の場合は、次の方法で順位を決める。2チームの場合は、当事者同士の対戦で勝った方のチームを上位とする。3チーム以上の場合は、日本リーグ実行委員会が順位を決定する。 ごいかなる場合にも、順位決定のための特別な試合は行わない。競技方法1競技は、現行の日本バドミントン協会競技規則により、行う。2に服、1単とする。3選手は単、服を兼ねて出場できない。4試合は、服、単、服の順に行い、オーダーはフリーとする。その他よく年度に入社する選手が、内定選手として出場することがある。 ありがとうございます。